バンプレスト、エイティング、CRI ソフトウェア、ルローニケン明治変革ロマンルローニケン明治変革ロマンタン謙信は私たちの元を去った。すべては自分の過去と決着をつけるために。私が出会い楽しい時間を共にした謙信は人を切る道を捨てて今を生きようとしていた。けれど今もなお心の奥底に潜む人斬り抜刀斎の影はどんなに振り払おうとしても常に謙信につきまとい続けた。そう、すべてはあの時をきっかけにして。さあ、楽しいひとときの始まりだ。逃さんよ、逃さんよ。優勝戦よ、優勝戦逃さんよ。優勝戦、優勝戦逃さんよ。優勝戦優勝戦昔の抜刀斎には遠く及ばない。つまらないな。真の一方を強くかけた。肺機能まで麻痺するほどに。殺さねばこの女は死ぬ。さんよ。優勝戦、流水戦、優勝戦、交流戦。カオル殿を守るため俺は今一度人斬りに戻る。死ね。ダメー。人斬りに戻らないで。あの時は私の声で元の剣心に戻ってくれたけれど、剣心は気づいてしまった。心の奥底に今もなお狂気の人斬りが潜んでいることを。私は剣心を止めることができなかった。今までありがとう。そしてさようなら。拙者は流浪に、また流れるでござる。塩誠、幕末謙信から影の人斬りを引き継いだ剣客。同胞の維新志士に裏切られ、全身を炎で焼かれながら今に至るまで生き延びていた悪鬼は、京都で一大兵団を築き上げ、明治政府転覆、そして国取りをも目論んでいた。事態の悪化を恐れた政府の最高指導者大久保利通は、謙信に志々雄の暗殺を依頼した。この国の行く末なんて無用な心配ですよ。今から死ぬ人にはね。あなたも志々雄さんに歯向かわない方がいいですよ。あんな風になりたくなかったらね。悪鬼は至福の時を終え、再び現世に動乱を巻き起こそうとしていた。時代の命運は今、信念と葛藤を胸に秘めし、3人の男たちに託された。